では今日のメッセージをタイトルを確認しましょう。ルカの福音書60回永遠の視点ルカ12の13から21。では朗読お願いします。ルカの福音書第60回永遠の視点ルカの福音書12章13節から21節群衆の中の一人がイエスに言った。 先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですかそして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人があり余るほど持っていても、その人の命は 財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊して、もっと大きいのを建て、私の穀物や財産は、 すべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ。これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め。食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者を。お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは 一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、神に対して止まないものはこの通りです。はい、ありがとうございました。では、タイトルもう一度確認しましょう。ルカの福音書60回、永遠の視点、ルカ12-13の13から21ですね。永遠の視点、大事ですね。私たちは地上生涯を生きています。 私もそうですが神を知らなかった時は自分の関心事はこの地上のことだけでした。しかし永遠の視点を持った時に全く違った人生観が生まれてくるということですね。今日はそのことを意識しながら神様が何を教えてくださるのか期待しつつこの御言葉を学びたいと思います。いつものように文脈の確認です。 今どういうところまで来ているのか。はい。ルカはエルサレムへの旅という枠組みの中にチューズの教えを配置している。今エルサレムへの旅が始まっているわけです。そして最近の文脈ではパリサイ人や立法学者によるイエスの拒否が決定的になった。リーダーたちがイエスを拒否した。これが決定的になった。 拒否という現実があるんですね。その拒否という現実がある中で、弟子としていかに生きるべきかが教えられる。イエス様が拒否されたということは、弟子たちもそれ以上ではないわけです。弟子たちも拒否される。その現実の中でいかに生きるべきかが教えられるわけですがこの一連の教えは、今の私たちに対する教えでもあります。クリスチャンは、霊的戦いに 巻き込まれているのである。これ大事な視点ですね。私たちはイエス・キリストを信じた瞬間から目に見えない戦い、まあ、霊的戦いと言ってもいいでしょう。その戦いに巻き込まれている。これはクリスチャンでない方には理解できない概念だと思いますね。クリスチャンの方はよく体験的に理解しておられると思います。クリスチャンは霊的戦いに巻き込まれているんだ。 今私たちは部下の音章12章に入ってるんですが、はい、次見てみましょう。12章の1節から13章17節までが一つのブロックなんです。で、いろんな教えが出てくるんです。合計7つ教えをリストアップしてあります。見てください。7つですね。1番目、恐れなき信仰告白12の1から12。これ前回取り上げました。今日はその続きです。 2番目、永遠の視点、12の13から21。3番、神の備え、12の22から34。4番、人の子の来臨12の35から48。5番、苦難の日の予告、12の49から59。6番、悔い改めの進め、13の1から9。そして最後、教えの正しさを証明する印、13の10から17。 この七つの区分の最後に奇跡が出てくるわけです。これは意味があるわけです。でこの七つの流れの中で注目すべき点を押さえておきましょう。注目すべき点の一番目。七つのポイント、今挙げた七つのポイントは、これは拒否という現実の中でいかに生きるべきかを教える。 連続したメッセージである。これ、キーワードは連続したというところですね。この七つの教えは連続してるんです。だから私たちが聖書を読むときは、結構その部分だけ取り出して読んでることが多いんですが、それでは十分な意味を汲み取るのは難しいんです。ここでは拒否という現実があるんです。それに対してイエス様が連続したメッセージで弟子たちに警告を発し、彼らを励ますメッセージを 語っておられるわけです連続したメッセージであるということ。二つ目、教えの対象、これ誰が聞いてるかですが、最初、弟子なんです。この対象は弟子たちから群衆に広がっていく、最後は群衆に向けた話になっていきます。三番、最後に出てくる病の癒しは、イエスの教えの信頼性を保障する印である、印っていうのは、 証明するための証拠ですね。イエスの一連の教えが信頼できるということが、この病の癒しによって証明されますよということ。これが7番目のテーマの内容ですね。この3つを注目すべき点として押さえておいてください。そして今日は永遠の視点というテーマで取り上げますが、今日のメッセージのアウトラインです。今日は前半後半に分けて、 二つ取り上げたいと思います。一番目が、貪欲に対する警告。13から15節。二番が、愚かな農夫の例え話。16から21節。これは、貪欲に対する警告を絵画的に教えるための例え話ですね。この二つを取り上げたいと思います。そして、今日の結論です。今日は、 3つの聖書箇所を最後に紹介したいと思います。これは、貪欲に関する教えの代表的な聖書箇所を取り上げます。だから、聖書には貪欲に対する警告がたくさん書かれてありますよということです。2つ目は、今日は永遠の視点というテーマですけど、バランスの取れた人生。結局、祝された人生というのは、バランスの取れた人生なんですね。それが何であるかということを、 確認したいいと思いますではアウトラインに戻ってください今日2つ1番「ドインヨー欲に対する警告」2番「愚かな農夫の例え話」そして今日の結論3つの聖書箇所を紹介しますか2番「バランスの取れた人生とは何か」について共に考えてみたいと思います。今日のメッセージは「永遠の視点を持つのがいかに大事か」ということを 学ぼうとしてるんですね。いかがでしょうか永遠の視点ということを普段意識しておられますかもしあまり意識ないとしたら今日のこのメッセージは大いに参考になると思いますね。さあ、これで私の方は準備できました。皆さんいかがでしょうかこれから本論に入ります。いきますよ。Are you ready? はい、ありがとうございます。では行きましょうね。ローマ数字の一番。 貪欲に対する警告十三から十五節ここの部分はある出来事が起こってそれを取り上げてイエス様が教えを与えるという構図になってますよくあるんですねイエス様が例えばパリサイ人の行為を見てそこから霊的教訓を教えるというようなこともありますねある出来事がきっかけで 教えに入っていいくという典型的な箇所ですそれを見てみましょう13節群衆の中の一人がイエスに言った先生遺産を私と分けるように私の兄弟に行ってください、はい、はい」さあこれからイエスの教えが始まるわけですがこの箇所も弟子訓練のための教えなんです。 貪欲に対する警告をこれから教えるわけですね。これまでの文脈ではイエスは忠実にイエスの教えに従うことがいかに重要であるかということを教えておられたんです。イエスを認める者は神も天使たちの前でその人を認めるというような教えがありました。あるいは恐れる必要はない。大胆に信仰告白しなさいという教えがあったんですね。 非常に厳粛な教えが続いていたんですが、なんとそこに声を挟む者が現れたんです。まあ、この人は今流に言うと空気読めない人ですね。群衆の中の一人と書いてあります。ですから、おそらく彼は弟子じゃないでしょうね。弟子ではない、そこにいて話を聞いていた人です。その人が、 話を聞いていて、ちょうどイエスが別のテーマに移ろうとしている隙を見つけたわけですね。その隙を捉えて、突如質問を投げかけたわけです。聖なる教えがずっと続いてるんです。そこに俗っぽい質問をする、俗なる質問をするのは、なぜかというと彼が霊的な人ではなくて、 俗人だからですイエスはさっき申し上げたようにこの機会を捉えて貪欲という強敵と戦う必要があるという弟子に向けての教えを語るわけです。貪欲が原因となって弟子道から離れていく人が昔も今もたくさんいるわけです。いつの間にかイエスに従うことよりは 貪欲にに従うことに道を譲ってる人がたくさんいるわけですあこの人ですけど群衆の中の一人の人この人は兄弟と遺産に関して争っていたんですねおそらくこの兄弟っていうのは兄か弟かっていうとおそらく兄でしょう兄と遺産相続に関して争っていたユダヤ人であれば誰でも知ってます モーセの立法によれば、長子は2倍の取り分を得たわけです。新明期21-17。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の取り分を彼に与えなければならない。その子は父の力の発音であるから、長子の権利は彼のものである。この聖句は、嫌われている妻の子であっても長子ならば、 規定通り2倍の取り分を与えなきゃいけないという厳密な教えをここでは書いてあるわけですね。長子は2倍の取り分を得たわけです。さ,あさっきの聖句に戻ってください。群衆の中の一人の人ですね。この人ですが、彼は不当な扱いを受けていたのか、あるいは自分の取り分以上のものを欲しがったのか、 これだけの情報では分かりません。しかしいずれにしても彼は兄との遺産分割において不満を抱いていたわけですね。そこでイエスに呼びかけた。イエスが争いの仲裁人になってくれることを期待したわけです。自分の兄もイエスが中に入ってくれるならば、イエスを立法の教師として敬ってくれるだろう。 その仲裁を受け入れてくれるだろうとこのように彼は考えたわけですねさあイエス様は驚か,れて驚かれたでしょうねよくわかったじゃあ助けてあげようと言われたんでしょうかいえいえそうではありませんこれを機会に貪欲についての教えに入っていくわけです十四節するとイエスは彼に言われた一体誰が 私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですかという言い方ですね。ここで考護役の役文をちょっと確かめてみましょう。考護役はこうなってるんです。人よ誰が私をあなた方の裁判人または分配人に立てたのかという役ですね。 さっきの新科学に戻ってください。さっきは「一体誰が」「一体」という言葉です。はい次「交互訳」というここでは「人よ」ですね。「人よ」という言葉が原文に近いんですね。「人よ」で「新海訳2017」の一体」と訳すのはこれは「意訳」です人。人よっていうのはこれ力強い呼びかけなんです。 ま英語でうことは、man ですね。man。人よ。力強い呼びかけ。で、これは別に侮辱的意味はありません。力強く呼びかけてるわけです。まあ、これ、言葉のもともとの意味を残しておいてほしいなという感じもするんですが、ルカの22の58見てください。今からクイズです。しばらくして他の男が彼を見ていった。 これはペテロに向かって言ってるわけです。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロはいや違うと言った。はい、クイズ。この文章の中のどこに人よという言葉が使われていると思われますか思われますか,かりますかここはね、ペテロの言葉の中にあるんです。ペテロはいや違うと言ってるでしょう。いやっていうのが人よなんです。 それを嫌と訳してるわけです。だから意味が弱くなってますね。文語訳はさすがですね。文語訳はそのまま訳してます。人よ叱らず。人よそうではないって言うんです。これは文語訳ですね。だから、人よという言葉、これとても大事だってこと。さあ、14節に戻ってくれますか。もう一度。イエスは彼に言われた、人よという強い意味なんです。 人よ、誰がこう,こうしたのですか質問してるんだけど、これは考えさせるための質問ですね。イエスは質問を返すことで、この人にイエスとは誰かについてもう一度考えさせてるわけです。この人が仲裁役をイエスに頼んだ理由は、ユダヤ教ではラビたちがそのような紛争の仲介者と なることが多かかったからですねつまりこの人はイエスのことをユダヤ教のラビと同列に置いていてたわけです、ね、しかしこれは大きな間違いです。なぜかというとイエスはここまでで奇跡によってご自分がメッシアであることを掲示しておられた特にベルゼブル論争の原因となった口を聞けなくする悪霊の追い出しこれがイエスがメッシアであることの印になっているわけですね。 イエスはそういう意味では究極的な意味での裁判官です。しかしこの人にはそれが見えなかった。だから遺産相続の仲裁をする調停をするラビの一人ぐらいにしか理解してなかったわけですね。当然イエスはこの争いには介入しようとはされませんでした。その代わりにこの人の根本的な問題をた。 解決しようとされたんです。この人が持っていた根本的な問題というのは何かというと物質主義です。物質主義が彼の心を支配していたわけです。イエスが人として来られた目的は何ですかそれはあなたや私を神のもとに連れ戻すためです。地上の富を私たちに与えるために来られたのではないんです。 イエスが来られた目的は罪人を神のもとに連れ戻すことであって罪を人にもたらすことではない。だから介入しようとはされなかったんです。そしてそこから貪欲に対する警告を語られます。15節。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。 人があり余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。はい。大事な教えですね。ここでイエスが語っておられる貪欲の問題。どういう内容なのか確認してみましょう。貪欲の問題っていうのはいくつかあるんですが、いくら手に入れても満足することがない。これが貪欲の問題。現代の商業主義。 物質主義の問題ですねいくら物を手に入れてもすぐに次のものが欲しくなる。貪欲な人の特徴はこれですね。満足するといいうことがない2番「貪欲な人は物質を必要以上に評価する」。これは神以外のものを礼拝してるのと同じですからこれ偶像礼拝ですよ。物質は必要です。けれども必要以上に 物質を評価することは偶像礼拝につながっていく。鈍薬な人の特徴3番目他者への配慮にかける自分中心で何でも手に入れることを考えてますから他者への配慮にかけますよということ。4番目人生で最も重要なものを犠牲にするイエス様は、はい、さっきの聖句に戻ってくれますか人があり余るほど持っていても その人のの人命はは財産にあるのででないからです、まあ、これは今の世界の大金持ちと言われる人たちを見てもよくわかりますね。お金を持っている順番に幸せなんでしょうかそんなことはありません。お金があるがゆえにさまざまな問題に巻き込まれて苦しんでいる人がたくさんいるんです。有名人の中にもそういう人がたくさんいます。だから物を持つことが幸せなんじゃなくて、 人生の幸せっていうのはもっと別のところにあるんだ。だから、貪欲な人は人生で最も重要なものを犠牲にする人なんだ。これが貪欲の問題ですね。人生の質っていうのは財産の多さに比例するものではありません。もう一度言います。人生の質、quality of life って言います。どういう質の高い人生を生きているかは、どれだけものを持っているかに 比例するわけではないわけです。しかしイエスに声をかけたこの人は、より多くのものを所有すれば、より幸せになると考えていたわけです。そこに彼の問題があったわけですね。人生に意味を与えるのはものではないんです。人生に意味を与えるのは神です。神をあがめ、神に従っているときに、 本当に良い人生を歩んでるなという満足感が与えられるんです。そして、貪欲な時は結構自分のことが嫌いな人が多いんですが、神様に従い始めると自分のことがとっても好きになってきます、ね。これも大きな変化ですね。人生に意味を与えるのは神,ある神である。それえ富を求めるんじゃなくて、神を求めるべきである。神との平和な関係。 神への従順を求めるべきである。これが、イエス様はここで語っておられる内容ですね。ここで終わってもいいんですが、イエス様はここでは終わらないんです。ある例え話を用いて、貪欲の問題を、それがいかに愚かな生き方であるかを解説します。実に、ヘブル的と言いますか、ユダヤ的な教授法に入っていくわけです。それがローマ数字の2番。 愚かな農夫の例え話。16から21節ですね。では16節の A を見てみましょう。16節へ。それからイエスは人々に例えを話された。はい。今まで教えてきた貪欲に関する真理を心に印象付けるためにイエスは例え話を語られます。ここでの対象は 群衆です。人々って書いてあります。だから群衆の心にある印象を与えるために、この例え話を語ったわけですね。まあ、これさっき、ヘブル的あるいはユダヤ的教授法だと言いましたが、ヘブル的教授法から学ぶことはたくさんあります。特にこういう流れでイエス様の教えを見ていると、 これ、正式なラビ教育ではないわけです。非常にインフォーマルな場で教えているわけですが、現実の課題を取り上げ、インフォーマルな場で教えるっていうのは、これはフォーマルな教育よりもむしろ人生を変える力があるんですね。イエス様は旅をしながら、道端にある草花を見て、それを取り上げてメッセージをする。空を飛んでる鳥を見ながら、それを取り上げてメッセージをする。 ここでは、ある一人の人の貪欲の問題を取り上げて、そこから例え話を語る。こういったインフォーマルな教えには力がありますね。人生を変える力があります。ゃあ、群衆は分かりやすい話に心を開いたでしょうね。今から出てくる例え話は、すごく分かりやすいです。もう解説必要ないぐらい。 分かりやすいんですねでもね皆さん注意しなきゃいけませんよわかりやすいからといって軽く扱っちゃいけませんわかりやすいからといって理解したような思いになっちゃいけませんつまづいてはいけないということですこの分かりやすい例え話が実は深遠な人生の真理を教えてるんですそれをしっかりと受け止めたいと思います 16節 B から18節、例え話の内容に入っていきます。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう。私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう。私の蔵を壊してもっと大きいのを建て。 私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。はい。これ、例え話の、まだ三分の一ぐらいですね、ここまでさあ。この例え話の主人公は、農夫なんです。しかも彼は金持ちです。金持ちの農夫が主人公です、ね。まあ、当時はこういう人がたくさんいたんでしょうね。で、これ見てるとね、この人は、 とても知的です。論理的に物事を考えているから。知的な農夫なんですけれど、愚か者です。愚か者っていうのは知的ではないという意味ではないんです。非常に知的ですが、人生の本質を理解していないという意味で愚か者なんです。さらに彼は金持ちですけど、不当に財を成したという印象はありません。おそらく、 勤勉な農夫で長年の努力によって金持ちになったんでしょうね。こういう人が登場しているわけです。この人が人生のプランを立てるわけですが、ここでイエス様は計画を立てること自体を問題視しているわけではありません。問題は何かというと、一番大事なことを考えてないということ、重要なことを考慮していないことがこの人の この金持ちの老婦の問題なんです知的な彼が考えた計画を今見てみましょう彼の畑が豊作になったんです祝福ですよね普通はところがそれが彼の悩みの種になってしまったんですねこれ貧しい人なら経験することのないような悩みが金持ちであるがえにやってきたわけですね その悩みというのは何なのかというと、作物を貯蔵する場所がないっていう、それぐらいに方策になったわけですね。彼はしばらく考えていて、そして、こうしよう。ひらめいたわけですね。まあ、漫画の吹き出しだと、電球がパッと灯るような感じですね。パッ。あ、そうだ。今の蔵は小さすぎるんだ。 これを建て替えて、もっとでっかいのを建ったらいい。そして、穀物や財産はすべてそこに一括してしまっておけばよい。こういう計画を立ったわけです。次、19節。そして自分の魂にこう言おを。我が魂を、主を称えようじゃないんです。彼らはい。 我が魂を主がしてくださったことを何一つ忘れるなどもないんです。彼は我が魂を、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。と言ったわけですね。自分の魂に語りかけてますが、ここでの魂という言葉、これは全存在を表現する言葉です。 全人的な存在を意味する言葉です。彼は自分自身に語りかけたと言ってもいいでしょう。自分自身に語りかけたんです。何て言ったかというと、喜んで言ったんですね。これから先、何年分もいっぱいものが貯められた。もう生きている限り大丈夫だ。さあ、休め、食べて、飲んで、楽しめ。と彼は言ったわけですね。まあ、この言葉からわかるのは、この人はね、 人生の豊かさは富の量によって決まるとどうも考えていたようですね。でも少し前に触れたようにお金の量が人生の質を決めるわけではない。そのところが彼は分かっていなかったわけですね。それどころか考えつかなかった重要なポイントがあるんです。彼が考えつかなかったことを押さえておきましょう。彼はどういう 問題を抱えていたのかまず一番目、彼の関心事は地上のことだけです。まあ、クリスチャンになる前の青年時代の私と同じですね。地上のことだけです。目に見えるもの、手で触れるもの以外実体はないんだ。死んだら全部終わりだ。考えていたんです。ですから、関心は地上のことだけです。さらに二番目に、彼には、 霊的生活への関心がなかった創造主である神、イスラエルの神の前でいかに生きるべきかというような霊的関心はこの農夫にはないわけですね。さらに死後の生活への関心もなかった。死んだらどうなるのかということを考慮してないわけですね。まあ、考えもしなかったんでしょうね。こういう問題抱えていた。それゆえ彼は愚か者なん それゆえ彼は愚か者なんです。さあ20節に行きましょう。20節から今度は神様の言葉が始まります。しかし神は彼に言われた。しかしっていうこの言葉は重いですね。人の心にはさまざまな計画があるんです。でも最終的に その人の人生を決めるるお方がいるんですよ人生のどんでん返しが起こる。それはこのしかしですね。神は彼に言われた。愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。これが神様の評価ですね。この農夫の結論と 神の結論がここでは見事に対比されてるんです。対比されてます。神は彼を何と呼んだのか、愚か者と呼ばれました。まあ、旧約聖書では、神を無視したり、神に反抗したりする人は愚か者なんです。この農夫は神を無視したので、愚か者と呼ばれているんです。さらに彼は、これから何年も、 生きるつもりでいたんです。自分はまだ死なない。勝手に決めてるわけです。何年も生きるつもりでいたんです。しかし神は宣言されたんです。その世、彼の命が取り去られると言われたんです。私たちの命の長さを決めておられるのは神です。そしてこの人は結局何も持たないで 死後の世界に入っていくわけです。彼が蓄えたものは相続人に渡ることになります。イエス様が神の言葉としてこう言われています。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。いくら財を用意しても死ぬ時には持っていけない。それは相続人のものになるんだ。この虚しさ、この不条理。 伝道者の書、六章二節にそれが出てくるんです。ちょっと確認してみましょう。神が富と財と誉れを与え、望むもので何一つ欠けることがない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、水知らずの人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいこと。それは悪しき病だ。はい、死んだら、水知らずの人が。つまり、 信頼できるかできないかわからないような人がそれを相続して楽しむようになるんだ。これはそれは悪しき病だと書いてますね。人生の不条理、人生の虚しさだ、虚しいことだと伝道者はすでに語っているわけですね。で、この例え話は、まあ、群衆に語っているわけですが、イエスに声をかけた金持ちの あの遺産相続の争いをしている人の心にも響いたはずですね。というのは、たとえ遺産を思うままに相続したとしても、すぐに命が取り去られる可能性がある。だから遺産のことよりは、もっと本質的なことに関心を払うべきだというメッセージがここにはあるわけですね。そして今日の例え話の結論です。 21節自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです」これが例え話の結論なんですね。さあ例え話の適用を考えてみましょう。今の例え話を振り返りながらですねまず地上での富と天上での富が対比されてます。地上で富を蓄える人っていうのはこれは 自分が富むことだけを考え、霊的なことを考慮しない人です。その人のことを愚か者っていうんです。で、この教訓は、弟子たちも聞いてる。群衆も聞いてる。弟子たちと群衆に同時に語られてるんです。永遠の視点がないものは愚か者である。死後の世界がどうなってんのか。神との関係がどうなるのか。 そういったことへの視点がないものは愚か者である。そして永遠の視点がないものは結局人生の優先順位が混乱している人なんです。人生の優先順位が混乱してるんです。皆さんいかがですかそれぞれ自分の生き方を今帰り見てみようじゃありませんか帰り見ようじゃありませんか永遠の視点を持って人生の優先順位を確立しながら 質の高い人生を歩んでまたびたび申し上げてますが繁栄の神学というのがあります。物質的に豊かになることは神から祝福を受けていることの印であるバロメーターであるという考え方ですね。これは聖書的教えではありません。聖書は苦難の意味を評価してるんです。そして地上障害においてどれだけの苦難があるかよりは永遠の視点から 神に忠実に歩んでいるかどうかを考えなさいと教えているわけです。苦難の意味を評価しないキリスト教は聖書的キリスト教ではないということですね。だから自分のために蓄えてもつまり地上に富を蓄えるよりは神に対して止まないものはこの通りである。天に宝を蓄える方がいいんだ。そうでなければ滅びてしまう。これがこの例え話の結論ですね。 さあ今日はとっても分かりやすい箇所でしたねでも真理は深いですね結論に入りましょうまず「貪欲」に関して教えている3つの聖書箇所を紹介したいと思いますそれぞれ少し長いですけど全部読んでみたいと思います聖書はこんなにしっかりと「貪欲」に 関するる警告を発していんだととうことまずマタイ6の19から21「自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい」「そこでは虫やサビで傷者になり盗人が壁に穴を開けて盗みます」「自分のために天に宝を蓄えなさい」「そこでは虫やサビで傷者になることはなく盗人が壁に穴を開けて 盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。これ、有名な言葉です。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。これが一つ目の聖書箇所ですね。二つ目、見てみましょう。二つ目が、第一手もて六章の六から十ですね。 しかし満ち足れる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったしまた何かを持って出ることもできません。異色があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。 金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きました、はい。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。もうこれほど鋭い、貪欲に対する警告のことはありませんね。ヤコブもこういうふうに言ってます。 ヤコブ1の9から10身分の低い兄弟は自分が高められることを誇りとしなさい。富んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい。富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくのです。はい、身分が低くても高められるキリストにあって高められることを誇りとしなさい。金,金持ちだからといって自慢してはいけない自分がキリストにあって低くされていることをい。 誇りとしなさいということですね富は草の花のように過ぎ去っていくからだ今代表的な三つの成功を挙げました神様は明確に語っておられます聖霊が私たちのうちにある貪欲を今探っておられますねじゃあ今日のポイントの二番目結論の二番目バランスの取れた人生ですねまあ今 永遠の視点ということを話していましたから少しバランスの取れた人生は何かということを考える必要がありますね。一番目地上生活のための計画これとっても大事ですだからあの豊かな農夫が蔵を建てようと計画するそのこと自体は問題視されてないんです彼が必要なことを考えていないことが問題なわけですね。 ですから私たちが地上生活のために計画をしそして危機に際して備えをしていくで天に召される時が近くなった時にこの世を去っていくための準備を始めるこういったことは全て必要なことですね2番目と同時に永遠の生活のための準備をするということも必要ですね何歳ぐらいから準備したらいいのかまあ私の場合はクリスチャンになった直後から 永遠の生活のための意識が高まってきました。徐々に徐々に高まってきました。そして50歳を過ぎたあたりから明確に自覚するようになってきました。皆さんいかがでしょうかね。この2つのバランスなんです。地上生活のための十分な計画を立てるということと同時に永遠の生活のための準備を始めるということ。これが比喩的には天に宝を積む。 生活をするということですね。つまり、神に栄光を期すような歩みをするということですね。最後に、短い、まあ、令和を話して終わりたいと思いますが、このメッセージを用意しているときに、今から、そうですね、40年以上前の話ですね、まあ、45年前の話、思い出しました。当時、30になったかならないかぐらいの年齢でしたけど、 あのアメリカの新学校に行っていました。日曜ごとにシカゴにあるデボン教会という日系人教会に行って、交わりをし、礼拝をし、時にはメッセージを語るチャンスも与えていただいて、新学生として奉仕をさせていただいてました。結局3年間その教会に通ったんですね。その教会の特徴は、いわゆる一世という人たちがたくさんいたんですね。あまり、 今の人は知らない、まあ、知られていないんですが、たくさんの日本人がアメリカに移住した、移民した時期があったんです。1885年から1924年ですね、この間になんと約20万人の日本人がハワイに行ったんです。18万人がアメリカ本土に集団移民したんですね。この人たちは通常、一世と呼ばれている日系人なんです。でディボン教会には、 一世と呼ばれる高齢者の立派なクリスチャンがたくさんいらっしゃいました。高齢者というともう90代ですね。70、80はまだ若いって言われていたぐらい、まあ、90代でか尺とした方がたくさんいたわけで、その人たちからもう孫かひ孫のように本当に可愛がっていただいたんです。まあ本当にありがたかったですね。それで3年間。 通い続けけることでできたわけですねその一世と呼ばれる日系人の中に池田さんという方がいたんです。彼はもう90を超えていたと思います。立派な方です。もうクリスチャンの品性が本当に宿っている。厳しさと愛がバランスよく宿っている。本当に立派なクリスチャンでありました。私よりも,もう当時 六十歳くらい年上の一世なんですねある時、まあ、サンクスギビングかクリスマスの時だったと思うんですが彼の自宅に何回か招かれて食事のご馳走に預かったことがありました家族を連れていくわけですねその席で彼が自分の若い頃の話をしてくれたんですアメリカに来たそしてコツコツと頑張って働いて農業をやったわけですねお金を貯めた そして、たまったお金を全部、綿の投資に使った、綿畑を買ったそうです。そして、ある時、丘の上に立って、谷一面に広がる綿畑を見ながら、今年の収穫が終わると、自分の蔵は、金でいっぱいになる、期待したそうですが、ところが、神様は、 愚か者よって言われたんですと年のこの谷は干ばつで雨が降らないぞ。彼はたった3日で自分が蓄えてきた財産を全部ダメにしちゃったんです。綿が枯れて彼の夢がついえたんです。で彼は言いました。自分にとってはこの経験は最高の祝福だった。 なぜかというとそれによって自分は永遠の視点を持つようになった地上の富がいかに虚しいかが分かり神を求めるようになりそしてクリスチャンになり今このように祝された人生を歩むようになったんだその話を私にしてくれました綿畑に投資したお金が干ばつのために無一物になってしまったその結果クリスチャンになった。 重い体験ですね。しかし彼はイエス様の教えをしっかりと受け止めてね、主に忠実な歩みをするクリスチャンになりました。まあ今も池田さんのことを思い出します。池田さんご夫妻ですね、思い出して、あのようなクリスチャン生活を送り、最後天に凱旋したいな、ということをね、最近よく考えるようになってますね。皆さんいかがですか 地上の富は必要ですけれども永遠の視点を持って神に忠実に歩むことがもっと大事ですそのことを覚えながらこの12月を過ごそうじゃありませんかお祈りして終わりましょう天の父なる神様今日は永遠の視点を持つことの重要性を教えていただき ありがとうございました。神を恐れない者、地上の富だけを崇めている者は、あなたの評価では愚か者です。どうか神を恐れ、天に宝を積むような歩みをさせてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。 はい、ありがとうございました。